どうもこんにちは。走る看護師トレーニングのあやみです。福知山マラソン大会当日、人生初のフルマラソンにやってきました。ちょっとテンションがおかしくて緊張してるけど、とりあえず今日は目標は完走するのと、サブ 4.5 を目標に頑張ろうと思うので、人生初のフルマラソンの挑戦、ぜひ見届けてください。ということで、今から準備とかしていこうと思います。ではアップしていきましょう。本大会が全ての参加をされました皆様方にとって、思い出に残る素晴らしい大会となりますことを心から敬意を申し上げ、大会の挨拶とさせていただきます。皆さんどうぞ頑張ってください。はい、頑張るのではいいです。最後まで応援してます。今度支えてください。頑張ります。ゴールで待ってます。お願いします。ありがとうございました。ゴール一緒できるようにいっぱい喋りかける。元気あるそうですね。最後まで一緒喋りましょう。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、今から人生初のフルマラソンスタート準備してきます。あーマジで緊張。さあ私はまず完走できるのでしょうか。そしてサブ 4.5 を達成できるのでしょうか。マジで頑張っていきます。じゃあスタート行ってきます。バイバイ。楽しんで。はい、バイバイ。いってらっしゃい。行きます。はい。残り15分過ぎてしまいますと、めっちゃいい遠い。今日は皆さんの応援にも駆けつけてくれました。でまた若林純子さんはもうね、毎年ご参加いただいて、早く心を落ち着けます。今日は今日の公演の人生初フルマラソン頑張ります。30秒前。やばい。スタートします。頑張ります。応援よろしくお願いします。目標ね、4時間切りたいんですけど。あ、かっこいい。行きますかね。お尻叩いてください。落ちてきたら。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。あそこに見えてるの4時間ペーサー。あれが4時間です。4時間はまだまだ早いな。折り返し。Ha ha ha!
さあ5キロ31分4秒。今回まだまだ喋れるペースでいけてる。今が5キロ、ちょっと私のとずれてる。ポキポキと相談して、じゃあ6分20から6分半ペースで行くつもりやったけど、オーバーペースで来てる。ちょっとどっかでペース調整していこうかな。いろんなところで音楽。給水場。チャージ。暑いし水分欲しかったから。今ね、7キロちょっと私のとずれてる。リバティー、待ってください。ファイト。まだ元気。めっちゃ元気。元気ですね。元気です。ありがたいですね。本当ありがたい。31分。早っ。体が元気、足が心配。スタートの時に写真撮ってもらったんですよ。はい、あ、そうだった。で、どっかで会えるかなって楽しみにしてました。ありがとうございます。調子どうですか？まあ、何度かぼちぼちと4時間半ぐらい目処に。あ、一緒です。空いてるんで。ファイトです。頑張ります。頑張りましょう。今日それでね、チャージしてきました。102.75 レモンステーション100メートル先。こんな食べられありがとうございます。干しぶどう、どうぞ頑張ってください。ありがとうございます。サムレ、めっちゃ美味しい。このカレー超美味しい。やばこっち、パサパサよ。ただいま。15キロ。ファイト。ありがとうございます。ファイト。元気なくなってきたか、声出していく。ファイト。ありがとう。ファーダ君、リバティ、リバティ、ナイスリバティ。え、なんで？重い。重たそうですね。暑そう。ナイスランです。
セランプで頑張ろう。はい、もう少しでも完走を頑張れ。
いいですか。どうぞ。ありがとう。振り絞ってください。頑張って。残り10キロないよ。頑張ろう。大丈夫大丈夫、まだ来年がある。ありがとうございます。また練習して頑張っておいでよ。はい、ありがとうございます。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 ということで帰ってきました。結局あ、まだ泣いちゃう結局ゴールできなくて、あと1分ですっていうのが聞こえても走り出せんぐらい足が痛くって、でもほんまに応援のおかげで私30キロまで走れへんのに走れた。本当に応援のおかげなので感謝の気持ちでいっぱいですが、ほんまに感想できへんくって応援してもらってたので感想できへんくて本当にすみませんでした。次トレイルの大会と来年にもフルマラソンの大会2個控えてるので、そっちで感想っていう目標を達成できるように
あとサブ 4.5 も達成できるようにもっともっと頑張って成長していくので、ぜひとも皆さん応援よろしくお願いします。完走できなかったけど走る看護師トレーニーお疲れって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録お願いします。フルマラソンを走るコツとかアドバイスとか皆さんの経験とかもよかったらコメントに書いていただけると嬉しいです。 TikTok、Instagram も更新してますのでよかったらフォローお願いします。人生最大の全身の痛み経験したから無理やった。また次頑張ります。フルマラソンは次元が違った。5時間半はきつかったよ、ほぐちゃんもマラソンさん。次また頑張りますので応援よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや悔しいな、マジで。しかも最後の勘もやったもんな。帰るって。帰ろう。この場所で何をして